んにちは。ファンキーサックスプレイヤーの藤野美由紀です。このチャンネルはファンク、ソウル、R&B、ロックが大好きで、かっこいいファンキーなサックスを吹きたいという方のためのチャンネル。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひよろしくお願いします。それでは今日の課題に参りたいと思います。今日の課題は必見です。アドリブ練習に必要な3つの項目というのをお送りしたいと思います。これらをやらないと絶対に失敗するぞという3つを挙げさせていただきます。こちらをご覧ください。1つ目、リズムの練習。2つ目、メジャースケール12キーの練習。そして3つ目は観察力を養うです。これらについて1つずつ説明していきますね。まず1番のリズムの練習ということについてなんですけども、リズムの練習といっても難しいリズムの練習をやるわけではありません。オーソドックスな練習とともに、全音符の練習、2分音符、4分音符、8分音符、そして16分音符の練習をしていくということです。これらのリズムが正確に取れているか、ご自身の演奏を録音しながら練習すると良いと思います。そしてそれらの練習をする際に必ず必要となってくるのがメトロノーム、もしくはカラオケ音源です。リズムがちゃんとなっている上できちんと吹けなければ意味がありません。ただ単に4分音符だけ、8分音符だけというのを吹いていても、ご自身の中でリズムを感じていなければ、ご自身の中でリズムの長さを把握していなければ意味が全くないんですね。ですのでしっかりとメトロノーム、もしくはカラオケ音源、こちらに合わせて練習してください。そういった練習をすることによって、いざバンドやジャムセッションでアドリブをする際にですね、きちんとしたリズムで演奏ができるということなんです。これ今から言うことすっごく重要ですのでメモしておいてください。リズムがめちゃくちゃ、ご自身がリズムを分かってなくて吹いているリズムのことですね。要はリズムが曖昧の人はリズム隊に嫌われます。これは私の経験上なんですけども、本当にリズム隊の人って、もうもちろん綺麗なメロディーを吹いてほしいっていうのはあるんですけども、それ以前にその綺麗なメロディーを吹くためには、やっぱりリズムをきちんと吹いてほしいっていうのがあるんですね。ドラムの人、ベースの人、そしてギターの人、キーボードの人、この方たちが我々フロントマンに臨むというのは、かっこいいリズムで吹いてほしいということなんですね。私も本当に気づかなくて、何度も大先輩に言われたり教えてもらったり、はたまた怒られてきました。そうですね、吹いている最中に横からね、こうやってギター弾きながら何やってんのみたいな顔して覗かれたりとか、本番中にですよ、すごい辛かったんですね、結構。ですので私の経験上、やっぱり一番最初に取り上げさせてもらったこのリズムの練習っていうのは一番多くやった方がいいかなと思います。その上で綺麗なかっこいいメロディーを吹くっていうか、この練習ができていないと綺麗なメロディーとかかっこいいメロディーっていうのは吹けないと思います。ですのでこの一番のリズムの練習というのはしっかり押さえていきましょう。そして2番、12キーメジャースケール、こちらですね。これはドレミファソラシド C のメジャースケール、これが12個ありますよね。もしよろしければこちらもチェックしていただくとよろしいかと思います。以前の私の動画で12キーメジャースケールとは何ぞやかね、もしくはどうしてメジャースケールドレミファソラシドが F とか A とか D とかいっぱいじゃないや12キーあるのということを説明している動画がありますので、
ぜひぜひこちらもしくは概要欄に URL を貼っておきますので、こちらもチェックしてみてください、ね、なので今日はちょっとその辺のお話はちょっと割愛させていただきます。この12キーメジャースケールっていうのはですね、私も昔本当にもうサックスを始めて4年間ぐらいの間ですかね、好きなキーでしか練習してなかったんです。好きなキーでしか練習していなかったというよりは、メジャースケールが12個あるということも知らなかったかもしれません。で、まあ、4年5年と経って先生に習い始めてから初めて12キーメジャースケールはちゃんとやらないといけないんだよということを正確に教わったわけなんです。それでも言うことを聞かなかった私なので、メジャースケール12キーをねやらずに本当に好きなキーだけでやって、まあそれはもうその後苦労しました、もう苦労の嵐です。はい、どういう苦労かと言いますと、まずシャープやフラットが多い楽譜が苦手になってしまった。そしてもちろんアドリブはできませんということになってしまうんですね。そりゃそうです、12キーメジャースケールを知らないとアドリブはできませんということで、今回2番目に取り上げさせていただいたのがこのメジャースケール12キーは絶対に練習しましょうね、それはアドリブをやっていく上での必要事項なんですよということをお伝えしたかったのです。後々の苦労も考えて、スケール練習は好きなスケールだけをやるのではなく、きちんと12キーやりましょう、頑張りましょうね。もうすっごい億劫になるんですけども、でもねこのメジャースケール12キーを練習することによって、自然と苦手な指使いが克服されていくんですよ。わかります？だってこう普段使わない、ね、指使いも自然と使うわけですから、自然と指使いも難しかった指使いも克服されていきます。はい、いいことづくめです。頑張ればいいことづくめです。メジャースケール12キーのねこのプリント1枚、この1枚のプリントだけで3年分の練習量が詰まっています。すなわちこの1枚、この1枚というのは12キーのことです。メジャースケール12キーがスラスラスラーっと吹けるようになれば3年後にワープできるということです。頑張りましょう。そしてアドリブをやっていく上で必要な練習事項3つ目、こちらはとってもお伝えしたい事項でございます。ぜひメモを取りながらでもいいので聞いてください。3つ目、観察力ということで、これはですね、人と一緒に演奏する時のコミュニケーション能力を養う練習と思ってください。バンドでもジャムセッションでもこういった観察力というのはものすごく必要になってきます。アドリブというものには台本というものはありません。ですので自分が今こういうふうにお話をしたら相手がどのように返してくるかということをしっかり聞く力を養わなければなりません。じゃあこの観察力ってどういう練習したらいいんですかっていうことなんですけども、このようにしてはいかがでしょうか。たくさんいろんな人の音楽を聴いて、その演奏がどんな動きをしているかをチェックするんです。例えば、あ、ここでベンドダウンしてるなとか、あ、ここでビブラートかけてるな、これも観察力の一つです。そういったちょっとした動きをチェックしていくことが大切だと思います。逆に言うと、これらをやらないとアドリブへの取り組みというのは失敗するのです。ですのでしっかりと観察力をつけていく練習というのを取り組んでいきましょう。ということで今日はアドリブへの取り組みに必要な3つの事項というのをお届けさせていただきました。1、リズムの練習。2、
メジャースケール練習、これ12キーでやりましょう。3、観察力を養いましょう。というごくごく当たり前なんですが、とっても重要な1番と2番、そしてなかなか気づかない3番の練習というのをお送りさせていただきました。いかがだったでしょうか。皆さんね、アドリブというのはとっても憧れの、もしかしたら敷居が高いと思っている方もたくさんいらっしゃるかもしれません。でも敷居が高いもんではありません。音楽というのはそもそも遠くにいる人に音で何かメッセージを伝えていた、それが音楽になったということなんです。ですのでアドリブというのはあなた自身のメッセージです。ですので難しい話うんぬんの前に、何を伝えたいか、それにはどんな技術が必要かということを考えていくと、もっともっと敷居も高くなく楽しめるのではないでしょうか。ということで、このようなお話もどんどんこれからまたさせていただきたいと思いますので、よろしければ本当にチャンネル登録よろしくお願いします。そしてとっても励みになりますので、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。ということで今日はこちらをお送りいたしました。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ではでは。